入社した当時ぐらいから上司に引き出しを増やす、その予定調和の中で自分自身がその安全なところでこう居続けるんじゃなくて、リスクを取ってでもこう知らない価値観に触れて、それで自分の枠を広げていくっていうことなのかなって思ってて、ダンスだとこうやっぱ仕事の人たちとは全然価値観、違う価値観、違う哲学を持って生きてる人たちと触れ合うことになって、とても自分自身が壊されるっていう経験があって、それによってこうそれまではなんかこう仕事でつながる人とかでもなんとなくこう苦手かもしれないみたいな人がこう同じようなタイプの人がダンスの人でいたりして、それでそっちでダンスを通して仲良くなって、あ、自分はこのタイプの嫌いな人のこういうところが嫌いだったの、なんかこういうところが嫌いだったのはなんか自分のこういうなんか何か勘違いだったみたいな、それで自分自身がその価値観が壊れて、そうするとなんかこう自分が何もこう苦手だったと思ってた人と自然にコミュニケーションが取れるようになったりだとか、そういったこう自分の価値観が壊れることによって自分の枠がちょっと広がるっていうのでその関係性っていうものも自然に広がっていくっていう経験だとか、仕事以外の趣味での活動によって仕事にそこが返ってくる。